ご視聴ありがとうございます。旅する着物男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。広島山口編第2話お届けします。現在地は広島県竹原市の竹原駅です。竹原市はいつか行ってみたいなと思っていた町ではあったんですけども、その大きな理由として竹原町並み保存地区という古い町並みがあることですが、名前は知っていても全く知識を持っていません。なので予備知識なしでも十分楽しめるような街歩きをしてみようと思います。前回の大久野島ではかなり重いテーマを扱ったので、気楽な気持ちで楽しんでいただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速改札を抜けたいと思います。竹原駅の外に出ました。さて、町並み保存地区へはどうやって行けばいいのかわからないので、観光案内所でいろいろと伺いたいと思います。そういえばアニメの舞台になったんですよね。2013年ですか、10年前ですか。観光案内所でいろいろと教えていただきまして、街歩きマップ、それから町並み保存地区のコースマップをいただきました。これらをもとに町並み保存地区目指そうと思います。比較的大きな通りに出てきました。もう間もなく見えてくると思うんですが、午前中晴れ間が見えてたんですけれど、残念なことに雲が多くなってきました。状況を見ながら散策のペース変えていきたいと思います。詳しくないのでなんですけれども、これは第三陽さんと言うんでしょうか、明治神に大いに貢献した著書を残したんだそうです。どうやらここが竹原町並み保存地区の起点になるみたいです。旧火災亭無料公開しています。2階から街並みが綺麗に見渡せますということなんですけど、どういうことだ。すみません、お尋ねしたいんですけれども、 YouTube に旅行映像を作っているものなんですけど大丈夫ですか。いいですよ。自分を撮るのが主体で他は映さないようにするので構いませんか。現在ここ街並み保存地区、ここがクレセンが通っているんですが、全部塩田だったんです。江戸時代にね、藩が開拓して米を作ろう思ったんですが、塩分が多くて米ができなくって、赤穂の商人が来て入山市県田で満潮干潮を利用して作る塩、1650年江戸時代の初め頃は使ってきた、はい、瀬戸内海は満潮干潮があります、はい、竹原も北堀とか江戸堀とか堀を作って塩を引き入れて、満潮になったら温泉管現象で海水が上がって太陽の熱で水分飛ばしたら、その後塩と一緒かき集めてもう一回海水入れるんです、そしたら海水の塩分 3% か約 18% の濃い海水が出来上がるんです。それを煮詰めて作るのが入山試験田。入山試験田でできた塩は玉井船で北海道とか江戸を経由して関東各地の方に運ばれていったんです。だから長野の方で竹原を買う言葉が塩を買うことを意味したぐらい。それで塩で材料を成した方が今度は竹原の水がきれいだから酒屋さん。というわけで NPO の方に説明を聞いて、どんな歴史を重ねてきたのか勉強させていただきました。
見ていただくと竹鶴酒造さんってあるんですが、勘が鋭い方ズバリその通りで、朝の連続テレビ小説マッサンのモデルになった竹鶴正隆さんの生まれた家なんだそうです。ちなみにお店の内部は映せないんですけれども、ここでは美味しい日本酒試飲販売しておりますという張り紙が入り口に掲示されてます。これですね、松坂亭です。こちら入館料300円かかるみたいです。松坂亭の向かい側に茶寮一恵さんというお店があります。一恵さんから一軒間を置いて隣にあるのが日本屋というホテルです。伝統的なものをうまく活用したホテルに見えます。初代郵便局跡を見つけました。郵便事業創業当時に使用していたポスト、江戸時代の雰囲気と明治の新しさが融合したデザインにも見えます。目の前にお寺が見えてきました。早速登ってみようと思います。まるでお城の石垣みたいになってるんですけど、不思議な感じがします。もともと京都の下鴨神社の荘園だった時代があって、それも一つ秋の小京都と呼ばれる理由になってる気がします。今日は歩いて歩いて歩き倒してるな。これか。すごいです。確かにここからだと竹原町並保存地区全体を見渡すことができます。本当絶景です。絶対に外してはいけないものを見つけてしまいました。竹鶴正隆いたぞ。早速入ってみます。こちらが竹鶴正隆さんと奥さんのリタさん夫妻の銅像です。銅像のすぐ横に竹鶴正隆さんらしい言葉が刻まれています。良いウイスキー作りにトリックはない。竹鶴正隆さんのものづくりに対する真摯な気持ちが伝わってくる言葉だと思いました。ここは竹原市歴史民俗資料館です。毎週火曜日が休館日ということで、今日はお休みみたいです。集計広場、ちょっと中入ってみます。広場の中はこんな感じになってます。くるくる回ってるの何かなって思ったんですけど、
上から下までずらりと風車が飾られています。お隣に建物のようなものが見えるんですけど、ここは竹を保存している倉庫になっているようです。飛び石みたいなのが見えますけれども、こちらからも入れたみたいなんです。竹原町並み保存地区のゴールが近づいてきたみたいです。最初に目印としていいなと軽い感じで言ってしまった雷山陽さんの旧宅、こちらだそうです。県史跡雷コレキオ旧宅、建物全体はこんな感じになってます。向こうに張り紙のようなものが見えます。ちょっと読んでみましょう。ご案内、開館時間午前9時半から午後4時半、年末年始はお休みということで。外から見るとこんな感じです。真正面に見えるのは古道、あのお寺は松蓮寺なんだそうです。というわけで、どこかご飯が食べられるところ探したいと思います。なかなか見つからないぞこれは。4時半で営業終了してる。竹原駅に戻ってきました。結局撮影を許可してもらえそうな飲食店さんを見つけることができませんでした。これ以上はもう限界なので、エンディングの時間としたいと思います。今回の旅行動画どうでしたか？ぜひコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。次回の広島山口編第3話ですが、舞台は県庁所在地の広島市に移ります。広島市といえば平和記念公園と原爆ドーム、外せないと思います。戦争と平和について考えるというテーマで広島市回りたいと思いますので、次回の配信もどうぞお楽しみに。それでは最後までご視聴ありがとうございました。